若年剣ヘルスパイダー。それがハイライトですか。まさか異人焼き球。料理したことないでしょ、エンデマンさん。みじん切り荒いですよ、均等に切ってもらわないと。喋るより動きに神経を使うんだな。いや、羽減らしすぎると飛行性能下がるんですって。それは悪かった。エンデマン、フォークス、合成する。邪魔。分裂した。色が違う。体内に格納していたか。だいぶ熱がこもってきた。どれ一番強く。額面通りに捉えれば目的は強者との戦闘。一発のヴィランらしい思考回路は俺との戦闘継続のために火星を分散させようって腹か。この脳無考えている。はい、見えなくなるくらい下がっててください。何を隠そうパワー押しには割と無力なんで。俺の背中やったら安心させられん。もう撃たないのか。熱戦。それとも撃てないだとしたら。勘もいい時だかよ。伯爵熱拳は炎を超高に圧縮してとどめ放つ一撃必殺。乱発すれば体温が上昇し身体機能の低下を招くが、スピードパワーともに負けている上、いくつ個性を持っているかもわからん以上、出し惜しみは命取り。俺の体は熱がこもり続ける。だからお前たちをけっ。ああ、今見えますでしょうか。エンデバーがこの距離でも眩しいほどに激しく発火しております。力を新たな俺の強さを試させてくれ。逃げも再生も間に合わぬ煉獄、焼けて沈まれ、プロミネンスバー。俺を見ていてくれ。ここで情けない姿は見せられん。残念。首をちぎって投げていたと。エンデバー。つまらん。もっと強いヒーローはいない。お前が胸を張れるようなヒーローになろう。父はナンバーワンヒーロー、最も偉大な男であると。突如として現れたヴィラン、たった一人で町を蹂躙しております。確認できませんが怪人ノームも多数出現している模様。現在ヒーローたちが交戦避難誘導中。しかし
いち早く応戦したエンデバーは負傷。この光景、嫌でも思い出される3ヶ月前の神野の悪夢。何してんだあいつ。叶わねえなら増援待てよ。自分が一番分かってんだろ。オールマイトのようにはなれないって。だから早々に諦めて行かれたんだろ。子供はほったらかしてお母さん病むまで追い詰めて。諦めて逃げろよ夏。理解はできても納得できないってことあるでしょ。諦めたんじゃないんだよ。あの人は誰よりも諦めの悪い人なんだよ。大丈夫、落ち着いて、押さないでください。大丈夫です。お願いさせて。押すかな。どいてよ。人間はあっちか。これが象徴の不在。ふざけんな。パニックだ。まずいぞ。トドロキ、もう見てたか。先生、適当なこと言うなよ。どこ見て喋りよったやつ。テレビやめとけや。こんな時にあれ見ろや。まだ炎が上がっとるやろうが。見えとるやろうが。エンデバー生きて戦っとるやろうが。おらんものをポヒって勝手に絶望してんなや。ガチすぎやろ。やめろや。はよ逃げよって。今俺らのために体張っとる男は誰や。見ろや。お前も再生再生持ちなのか。一緒にするな。こっちとはすでに体が動かん。動かす体を火力で押し出せ。ありがたい。痛みで意識が保てる。倒れてなるものか。霞むこの目で正気を見せろ。火力を上げろ。もっとさらに。怪人、貴様頭部が傷ついちゃまずいんだろう。もはや生け捕りは考えぬ。超えろこいつの反応速度を。超えてその面隅にするまで倒れてなるものか。そういうとこです。エンデバーさん。俺の羽じゃ破壊力が足りないけれど、スピードなら互角です。俺ね、見てたんで知ってんですよ。本気で超えようなんて人は一人もいなかった。あなただけですよ。本気で超えようとしてたのは。ほんとどんだけ不器用なんですか。羽、あらかじめ飛ばしときました。あなたの火力に俺のスピードを上乗せする。背中押しますよ、ナンバーワン。誰より強くなりたかった。俺の背中やったら安心させられん。だから
獣のような様相に。マジかよ。口の中から焼いているのに再生が追いついているのか。十分な火力が出てない。羽はほぼ全弾撃ってる。それももう燃え尽きてなくなる。ホークス怪人ノーム、複数の個性を持つよう作られし者よ。強さに執着する者よ。エンデバーが戦っています。身をよじりあがきながら戦っています。体張っとる男は誰や。見ろや。おやじ似てるぞ、似てるぞ。もう燃えかす同然です。あまり助力できませんが。十分。上だ、もっと上へ。人も建物も気にする必要のない上空へ。なるほど、そこなら心置きなく放てますね。怪人よ、貴様は俺だ。過去、あるいは別の未来の、焼けて眠るがいい。昔からこの航空が大嫌いだったよ。クースウルトラプロミネンス。